デイビッド・ウィリアム・モイーズは、スコットランド出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現在は、プレミアリーグのウエストハム・ユナイテッド FC の監督を務めている。モイーズの選手としてのキャリアはセルティックで始まったが、それほど目立った活躍をすることなく、プレストンのオスエンドでキャリアを終えた。セルティックでは、リーグ優勝を経験している。プレストンでは、コーチから、 アシスタントコーチになり、1998年から監督となった。フットボールリーグディビジョン2で広角の危機に瀕していたチームをガリー・ピーターズから引き継ぎ、1998年1月から指揮を取った。彼はキャリアの大半をプレイヤーとしてよりも指導者として費やしており、22歳の時にコーチングライセンスを取得している。 1997から98シーズンは降格を免れ、翌シーズンはプレイオフに進出するも敗れてしまったが、1999から00シーズンはディビジョン2で優勝し、クラブを昇格へと導いた。モイーズにとってのプレストンでの最大の功績は、決勝で敗れてしまったものの、昇格初年度のシーズンにクラブのプレイオフ進出を果たしたことである。 モイーズは2001から02シーズンの終盤の2002年3月に、ウォルター・スミスの後任として、エバートンの監督に就任し、プレストンを後にした。ウィガン・アスレティック戦で指揮を取るモイーズ・モイーズは2002年3月14日に、正式に監督に就任し、会見では、エバートンは、マージーサイドの人たちのクラブであると述べた。 私は、リバプールに似た街であるグラス号から来て、素晴らしいファンの方たちに支えられているクラブに、加わりました。街を歩いてすれ違う人たちの多くは、エバートンのファンの人たちです。このようなクラブの監督になることは、素晴らしい機会であり誰もが夢見ることです。エバートンはとてもビッグなクラブなので、私はすぐにイエスと答えました。エバートンで指揮を取った。 最初の試合は、グディソンパークでのフラムとの試合である。試合は、デイビッド・アンスワースが、開始30秒でゴールするなど2から1で勝利した。エバートンは、その後校長を維持し、降格を免れた。2002から03シーズンはモイーズが初めて、フルシーズン意識を取ったシーズンである。彼は、 中国代表の李テナイジェリア人のディフェンダー、ジョゼフ予ボ、ゴールキーパーのリチャード・ライトを獲得する一方、イエスパー・ブロンクビスとダビド・ジノラといったベテラン選手たちを放出した。そのシーズンは、最終節に、マンチェスター・ユナイテッドに敗れ、ブラック・バーン・ローバーズに次いで7位でシーズンを終え、翌シーズンの UEFA カップの出場権を逃した、ものの、 モイーズは監督たちの投票により選出される年間最優秀監督に選ばれた。2003から04シーズンはサンダーランドからケビン・キルバーンをジェームズ・マクファデンをマザー・ウェール、ナイジェル・マーティンをリーズ・ユナイテッドから獲得し、フランシス・ジェファーズをアーセナルからレンタル移籍で加えた。しかし、成績は振るわず。 クラブ史上最低の勝ち点39で17位でシーズンを終え降格を免れただけで終わってしまったシーズンとなった。トレーニンググラウンドで見られたダンカン・ファーガソンとモイーズの対立はクラブの状態を物語るものであった。クラブは混乱状態であったがモイーズはティム・ケイ・ヒル、マーカス・ベントを獲得、その一方でトマッシュ・ラジンスキ、トビアス・リンデローと デイビッド・アンスワース、そして、ウェイン・ルーニーがクラブを去った。デイリーメールは、ルーニーの自助言から抜粋し、モイーズが、ルーニーが、クラブから出ていくように主張し続け、メディアに情報を漏らしていたと、明らかしたが、モイーズはルーニーが謝罪し、賠償金を支払うことに同意する時短が、成立するまで、名誉毀損であると訴え続けた。金額は明かされていないが、モイーズは、 その賠償金をエバートンの基金に寄付している。エバートンはシーズン開幕前の予想を覆す快進撃を続け、4位でシーズンを終え、翌シーズンのチャンピオンズリーグの出場権を獲得し、モイーズは2度目となるルマ年間最優秀監督賞を受賞した。2005年1月にはクラブ記録となる遺跡金でジェームズ・ビーティーを獲得し、 中心選手であったトーマスグラベス戦を放出、ミケル・アルテタをレンタルで獲得した。2005から06シーズンは、ムーのバレンテ、アンディ・ファンデル・メイデ、サイモン・デイビス、フィリップ・ネビルを獲得、マッテオ・フェラーリをレンタル、ミケル・アルテタのレンタルを延長するなど開幕に備え、大型補強を行ったが、チャンピオンズリーグは、予備予選で敗れ、UEFA カップは1回戦で敗れた。 リーグでも10月には最下位に沈むなどの低迷をしたが、その後は持ち直し11位でシーズンを終えた。2006から07シーズンには、再びクラブ記録となる遺跡金860万ポンドで、アンディ・ジョンソン、ジョリオン・レスコットを、ウルバーハンプトンから獲得し、ティム・ハワードをレンタルで加えたが、これらの遺跡は、全て良い成果を上げ、モイズの監督としての評価は、 さらに高まった。FA カップ3回戦で、ブラックバーンに1の4で敗れたのを契機に、モイーズはチームを改善し、6位でシーズンを終え、UEFA カップの出場権を獲得した。また、レスコットは、クラブの年間最優秀選手に選ばれた。翌シーズンは、モイーズが監督に就任して、以降最も一貫して安定していたシーズンであり、 順位表を上下することに終わりを告げるシーズンでもあった。6年目となったシーズンは、5位でシーズンを終え、フットボールリーグカップでは準決勝に進出、フィオレンティーナに敗れたものの、UEFA カップでもベスト16に残った。そのシーズンは、役部を1125万ポンド、スティーブン・ピーナールをレンタルの後に205万ポンド、ピルジャギエルカを400万ポンド、 レイトン・ベインズを活躍に応じて、最大で600万ポンドとなる遺跡金で獲得した。今シーズンは、昨シーズンから継続して安定したパフォーマンスを発揮し、クラブやファンに、シーズンへの明るい展望を与え、モイズ監督就任2校続いていた、15位、7位、17位、4位、11位という、不安定なサイクルを打破した。 規律に厳格であると言われているモイーズの人柄は、イエローカードの枚数で見ることができる。エバートンはシーズンを通して27枚のイエローカードを受けたが、これはリーグで最も少ない枚数であり、ライバルであるリバプールより6枚少ない枚数である。2008から09シーズンはまず、アシスタントコーチにスティーブラウンドを招聘し、シーズンの2試合目終了後に、 ラルス・やコブセンを獲得したのが最初の補強であり、その後、セグンド・カスティージョとルイソハが加入し、移籍期間の最終日にカルロナッシュがフリーで加入し、クラブ記録となる1500万ポンドの移籍金でマルワン・フェライニを獲得した。また、冬の移籍期間の最終日にブラジル代表の女王をレンタルで獲得した。2008年10月に5年間の契約延長に、 合意した。2009年1月19日に行われた FA カップ、準決勝では、マンチェスターユナイテッドを PK 戦の末に下し、クラブを1995年以来となる決勝へ導いたが、決勝では、チェルシーに1-2で敗れた。2013年5月9日に公式サイトにて、アレックス・ファーガソンの引退により、空席となった。 マンチェスターユナイテッド FC 就任規模を伝え2012から2013シーズンをもっての代談が発表された。マンチェスターユナイテッドで指揮を取るモイーズ2013年5月9日、アレックス・ファーガソンの後任としてマンチェスターユナイテッド FC の次期監督に就任することが発表された。2013から2014シーズン、リーグ順位は低迷し、 2014年2月9日の対、フラム FC 戦では、約80本のクロスを上げる戦術で得点しながらも、爪が甘く、失点を許して、ドローゲームにしてしまうなど、様々な面での選手の起用法や采配、その戦術に批判を集めた。2014年4月20日、モイズの古巣である、タイエバートン戦に敗れたことによって、2013から14、 シーズンを無感で終えることが決定し、リーグ優勝を逃すばかりか、UEFA チャンピオンズリーグ2014から15への進出すらも消滅するなど、数々の不名誉な記録が更新されるシーズンとなり、4月22日に退任が発表された。レアルソシエダで監督を務めるモイーズ2014年11月10日、スペイン一部リーグのレアルソシエダの監督に就任した。 2014から15シーズンは19位と広角圏に沈むチームを12位まで上げるなどチームを立て直すことができたが続く2015から16シーズンでは開幕から低迷し2015年11月9日に解任が発表された2016年7月23日イングランド代表監督に就任したサム・アラダイスの 公認として、サンダーランド NFC の監督に就任。慣れ親しんだ、プレミアリーグで再起を期すことになったが開幕から、低迷、再開で、フットボールリーグチャンピオンシップ降格という結果に終わり、2017年5月22日に退任が発表された。解任されたスラベン・ビリッチの公認として、シーズン途中の11月7日、 ウエストハムユナイテッドの監督に就任した。イングランドで主流となっている442や4411システムを好んでいる。マンチェスターユナイテッドの監督時には、アントニオ・バレンシアや、アシュリー・ヤング、アドナン・ヤヌザイといった、ウイングタイプの選手をアイドに配置して、クロスの頻度を重視していた。ユグメン、バリー・ジェイ、エイド、ザピエフェ・プルミエ&。 フットボールリーグプレイヤーズレコーズ1946-2005クイーンアンプレス P443 ISBN1 から852916656タイアリアズタカビズユナイテッドフレッター2013年5月9日閲覧モイズロフティアンビションズハットモイズセッツサイツハットウィニングスタートフォーモイズハットエバーテンフックコムデビッドモイズ ハットアテンダンスヒストリー、ハットシーズンレビュー03、04、エバートミン,ンターモイル、ハットルーニーブッククッドビーパルプト。ウェーン・ルーニー・セトルズ・オートバイオグラフィー・ライブル、ディスピュート・ウィズ・エバートン・マネージャー・デビッド・モイズ・ハット・モイズ、ウィンズ・ライブル・ペイアウト・アフター、ルーニーブック・クレーム、ハットリグ・マネージャーズ・アソシエーション・アーカイブド2009年5月30日。 アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、イングリッシュ・プルミエリーグ、フェア・プレイ2007-2008、モイズ・サインズ・ニュー・ディール・アット・エバートン・エバートン、モイズ対談決定マン有域が確実に1試合80本のクロス本数は、欧州5大リーグにおける、近年の各クラブ年間平均本数よりも10以上多い、記録的な内容となった。 モイーズユナイテッドが達成した記録ユナイテッド。モイーズ解任を正式に発表ソシエダ。モイーズ氏の監督就任を正式発表。コムニカツオフィジャラ。リアルソシエダ。2015年11月10日閲覧。マネージャー、デビッド・モイズ。サッカーベース。2017年5月22日閲覧。ありがとうございます。